指導よりもプロフェッショナルだと評された元 NPB コーチ、ガチ走塁指導で機動力アップ来ましたね、久々に。いや、来たよ、2年ぶりじゃない、ちょうどそのぐらい。いや、もうチンプンカップンやられたもんね、あの上のパス戦で。あ、そうだ。そう、2年前にこのオーソリティの屋上にある170キロと90キロの超緩急マシンにチンチンにやられました。本日はそのバス戦に再挑戦ではなく、ある方に走塁技術を教えてもらうためにやってきました。あ、シーダブレックス。あ、いいですね。入ってます。着用しておりますよ。一郎選手もつけております。いっぱい置いてあるからさ、うん、あ、もう早くも早くも。あ、同じです。プレミアお疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。本当ね、うまく調子を回復させていただいて。うん、いや、素晴らしい。あ、ありがとうございます。私上ですか。私この緑をですね。はい。新調しました、ね。あ、いいね。これは本当あったかい。へえ。いいです。あ、先生。どうしました？神奈川といえば、そういえば爆誕しました。あ、そうだそうだ、うん、フューチャードリームス。そうでした、はい、監督は鈴木貴則さん。いやー、あ、もう横浜じゃん、もう、はい、横浜じゃん、皆さんいいですね。ここに杉浦がバシッと、そう指名されました。そういうことだよね、はい、いやー、これは面白い。え、シックスのこれ何？え、すごいね。自分クロスがなんかすごくない？あれ逆？クロスがすごいよ。ダブルベルトの構造の逆巻き、ちょっと失礼します。すごいね、こういう二重巻きなんだ。ダブル面白いな。面白いね。こっちを止めて後ろからさらにこっちを止めると。へえ、相当ホールド感ありそうだね。いらっしゃい。バック。あ、ネコマね。なんか、おい、なんかオイダスの、はい、ありますね。出てんじゃん。いやいや、ちょっと師匠、わー、これはもうオーロパズマール。今、総理手袋こんな感じなんで、僕そうなんですか、これ。どうしました？バスケース、これゴルフ？ゴルフバッグ？あ、三つ葉の三つ葉、タイガーさん、どうしました？バットケースですけど、こう、なんかゴルフバッグ的な面白いですね。斜めに立てられる感じもある。こういうことか。お、あ、完全か。あ、これで歩いていくと。キャディーさんですね、もう。見てください、この少年。おう、あ、こうゴールとか言って関係ないだろ。ゴールド感いいね。少年のように、うん、もうジュニアから大人まで履いてほしいという人を渾身の一作の、ついに世に出します。水野のイボスパイセレクト9、うん、これ我々水野、うん、えついに世に出しました。いやいやいや、あの子供にさ、ブカブカな人は、うん、この甲がフィットする、そう、足首のとこフィットしてるだけでも違うから、ベルトをつけることでちょっと幅があったらグッとできるっていうね。そう、これ優しいね。履きやすい、うんうんうん、もうこんな渋くなりますから、これ。いやいや、確かにめっちゃ打ちそうや、はい、この子、うん、あ、食い込むイボスパっていうのはいいね、やっぱね。ポイントですけど、しっかりグリップ力ある、うん、そうなんだね。場所によってやっぱイボスパークからね。これ全部計算してますこの角度、この高さこの機能性。嘘だろお前形状すべて計算してます。この30年やってきました。いやいやいや、ふざけたことを言い合っていると、それを見かねたスタッフさんがやってきました。まずグリップ性、はいはい、あとクッション性と、はい、安定性、はい、これがバージョンアップしました。以上です。いやいや、どういう意味？どうやら足の負担が軽減されるウェーブクッションと呼ばれる新ソールが採用されたハイテクスパイクなのだそうです。その後も数時間セレクト9の説明を聞いていると、なんとテンションの上がった岩崎さんから特別に試し履きさせていただけることになりました。人の話はやっぱり聞くもんですね。さっきから気になってるんですよカモシカのようなこう走ってる人がいるんですよ。そうです。あの人アスリートですか？わお、アスリート。そうですよ、ま、そうですよ。何ですか？あの方にお会いしに来たんです、今日は。え、そうなの？ソウルのスペシャリスト、うん、元プロ野球選手の大田、うん、あ、マジで？え、あの、だってヤクルトとかさ。そうです、ロッテとかで。そうだよね、活躍されました。
なんで小出しての。いや、いつものことです。ルーティン、ルーティン、プロ時代からのルーティン。お前なんか仕掛けたらまた。お前今日はだからそれの技術を学びましょうということですよ。あ、そういうことか。徳さんもあれですけど、まあ、僕も含め。いや、お前超学んだ方がいいよ。それは。僕めっちゃ走るじゃん。多分こっち気づいてないんで、声かけましょうよ。気づいてる。絶対気づいてるもんこれ。いらっしゃったのはこのオーソリティで働きながら野球教室をされている元 NPB コーチ大田武則さん。はじめまして。大田さんで、はい、おっしゃる。めちゃくちゃ足速い、まあ、盗塁とかも すぐする人。そうですね、もう速そうですもんね、めちゃくちゃ。私ちょっと年がもう35とかなってきて、うん、もうライパー上32とかなんですけども、ね、もう徐々にやっぱりこう脚力が衰えてくるって中 で、ね、やっぱスタートの技術これでカバーしていくしかないかなって思ってるので、はい、ぜひいろいろ教えてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、こう見ても一応大学時代ですね。そうリーグの盗塁王を取ったりとかして、ちょっとした、はい、まだ一生懸命走ってるタイプなんですけど、はい、一応チームでも今草野球ですけど盗塁王でやってます。20何個ね、はい、一応、はい、リードから来てて、相手ピッチャーは、右ピッチャー、はい、ベックうまいピッチャーシコスキ。おお、ありがとうございます。はい、とてもいいと思います。あれ本当ですか。あえて言うならばですね、まずは褒めていただいてね、はい、いや、もうがっつり来ていただきたい。構えはすごいいい感じなんですね、はい、で、まあ、私が現役の時意識してたのは、まずスタートの時に、はい、この右足、はい、右足がスタートする時に、はい、今徳さんのはここからスタートする時にちょっと浮いてこうやって、はい、ちょっとこうその時間が長すぎる、はいはい、でスタートがちょっとこう緩い感じになるので、はい、できれば、はい、こう早くこう、はい、回してスタートする。なるほどですね。ちょっとこう助走反動つけるじゃないですか、はい、こういう感じでスタートしてたのでちょっとスタートが緩くなるので、できれば全無意識、ね、え徳さんのスタート時の右足の切り方にロスがあるという大田さん、言われてみると確かに浮いている気もする。ほんのわずかながらもっとスタートが速くなる可能性がありそう。この右足をこう速く動かして、はい、左足をすぐ蹴る、え、動作を出してくると、はい、よりスタートが速くなるんじゃないかなと思って。ちょっと浮いてた。ちょっと全然無意識だ。はい、極力浮かさないようにちょっとパッと回すような、これぐらいの勢いってことですか。はい、それですぐ左足を、はい、いきます。あー、確かにキュンって浮くのかな。今のがちょっとこうやっぱ浮く、遅い、うん、ちょっと、あ、マジ無意識だな。めちゃくちゃ今意識した。あれでも浮いた。ちょっとなんかピュンって、あ、そっか。それをもっとこう、まあ浮くのは浮くんですけど、はい、もっと早く、まあ、感覚のキュッと角度をちょっと上げて出す、あ、その感じですね、はい、お、でも引くのも悪いことじゃないので。あ、そうですか。極力この右足が早くこう動いてくれて、すぐ腕をなんですけど、そのままスッと、おお、はいはい、そういう感じですね。こんなとこ指摘されたこと一回もないぞ。あ、そうよかったですね。まだまだ走れるわ伸びしろあった。いやー、すげえな。でも通りされてる時ってそこ以外もありますよね、多分。そうです。あとはもう浮かさないようにとか、こう左の足をこう早くつく。そうか、はい、こっちぬるっといったら、そうですね、そーっといくとダメなので、極力こう足を自分の近くをこうバッて通して、はぁ、まっすぐスタートが切れるように、はぁ、そうするともう直線でベースまで入れるので、はい、あんまりこう足が閉じっちゃったりとか、あんまり入れすぎちゃったりとか、蛇行すると、やっぱ距離が伸びてっちゃうので、はい、まっすぐ行けるように意識を持ってやってましたね。ずっとやっぱ練習されるんですか、キャンプとかも。毎日やってました。毎日スタート練習とスライディング。あー、スライディング毎日、若い時はもう本当にやってましたね。盗塁の時って何が一番難しかったりするんですか、プロの方の。うん、ちょっと、はい、一番は、はい、
勇気を持てるかどうかですね。スタートする勇気、はい、こうアウトになったらどうしてもね、はい、ないっていう気持ちが先に行ってしまうと、やっぱこうスタートを切る動作がワンテンポやっぱ遅れる、はい、もうアウトになってもいいぐらいの気持ちの、まずスタート切れる勇気を持って、はい、あとはもうとにかく走るだけなんで、行くだけだと、はいはい、それしか考えてなかったです。でも大田さんの時は結構ピッチャーもやはりマークしてくるわけじゃないですか。バッテリーも そ,、ね、そんな中で勇気を持つ難しさって相当だと思うんですけども。そうですね、まあ、私の場合はもう足だけがもう売りだったので、とにかくそこで心で生きていこうっていうふうに思ってたので、はい、失敗したらどうしようって考えるのが、はい、もったいないっていう気持ちになるようになってからは本当勇気を持って、でやっぱりスタート切れなくて大事に行っても、はい、僕のこう取り柄がなくなってしまうし、その先もないというところだと、はい、もう本当にその勇気を持つっていうこと、まずそれが第一だと思いますね。まあ、そのためにはこうピッチャーの癖であったりとか、こうキャッチャーの癖であったりとか、そういうのは常に観察をして、自分でこうデータとしてこうかなり毎日のようにメモをして必ずやってましたけど、根拠がないと勇気も出せないので。そうですね、はい。そして足の遅いライパチも軌道破壊のための走塁技術を学習します。めっちゃ笑ってる大田さん、めっちゃ笑ってるお前。足大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい、ここで皆様にお知らせがございます。12月の25日、水野は大阪茶屋町店にて我々徳産 TV イベントをさせていただくことになりました。ありがとうございます。大阪の水野でイベントさせていくのが3年連続3回目ということで、今回も頑張ってやっていきたいというふうに思っております。ちなみにイベントの中では水野さんが豪華景品をバシッと押さえてくださったじゃんけん大会があります。グローブ、バット、さまざまなものを用意していただけるということになっておりますので、ぜひ皆様ふるってご参加ください。詳細は概要欄に書いておりますので、どうぞどうぞ参加していただければと思います。